北日本や北陸ではこの後も大雪や吹雪が続きます。では現在の状況です。この通り日本海には寒気に伴う雲が見受けられます。新潟県周辺には特に活発な雨雲、雪雲が見えます。また札幌周辺にも寒気に伴う雲が流れ込んでいるといった状況が続いています。では今後の予想です。こちら青色は雨、そして赤色は雪を表しています。時間を動かしていきますと、やはり日本海側を中心に雪雲、場所によっては雨雲が流れ込み続けるような形です。北陸などは沿岸部では今日は主に雨になりますが、内陸部では引き続き雪で大雪になるところも出てきそうです。また北海道など、こちら北海道から東北北部などは続いて雪が降り続くような状況です。では今後の予想積雪増加量を見てみましょう。こちらになります。明日朝までの24時間ですが、日本海側山沿いを中心に多くなってきそうです。特に多くなりそうなのが帯状の雪雲がかかる、福島県の会津地方から新潟県山沿い、山形県中心にかなりまとまった雪、24時間で場所によっては50センチ以上の雪が新たに積もるところもありそうです。また北海道なども日本海側を中心に広く雪が降り続きます。風も強い状況が続きますので、吹雪、猛吹雪にも警戒してください。詳しい予報はウェザーニュースアプリでご確認ください。